今日はお便りです酒をやめると執筆にどんな影響が出るかああそんな話をしていきましょう歴史小説家康の選択小牧長くて大絶賛発売中小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ <coughs>、えー、今日はお便りです同式さんという方からのお便りです 鈴木先生こんにちははいこんにちはあラジオネーム同式ですお酒をお飲みにならなくなったということですがうんそうですねもう十何年かになります <coughs> 飲酒されていた時とお酒をやめた後では作家としての生活に変化がありますでしょうかうん結構あったまた変化があったとしたらどのように変わりましたでしょうかうん、うん、知りたいのは 私が執筆に影響すると考えますところの気床・就寝の時間帯睡眠の質排尿の関数回数の変動などについてなのですがいかがでしょうか <noise> えっとおそうですねどうしきさんがえっと酒をやめと執筆にどんな影響があるかということで。 えっと十何年間前に辞めてまあ辞めた理由というのはアルコール依存症ですよということだったので辞めたということおうまあそれはこの間話したかなということでうん執筆にどんな変化があったか。えっ、ー、と気象、うん、や就寝の時間帯や睡眠の質ということですが。 とということですが、えー、とお気象出身、えー、睡眠に、えー、ついて大きく変化したところで言うと「お酒をやめて二日酔いはなくなりました」「当たり前だな」<laughs> あ「時間帯に関してはお飲んでた時はよく分かってないな」 えと睡眠の質に関して言うとえっ、ー、と酒をやめて何か大きく変わったっていうことはどうなんだろうな。えっ、ー、と睡眠の質が圧倒的に変わったのは CPAP を使うようになって睡眠時無呼吸だということが分かってからあそれから睡眠の質は変わりました。CPAP を使ってもうそろそろ4年5年6年か。 あーぐらいになりますえっ、ー、とまあ,あーしっかり眠れてしっかり夢を見るようにはなりました。えー、居眠り日中の居眠りはゼロになりましたね。でもこれ避けとは関係ねえな。えっ、ー、とそれからあえっ、ー、と睡眠に,におけるその睡眠中の 排尿の回数の変動について、えっ、ー、と排尿に関して言うと大きく変わりました。えっ、ー、と寝ゲロ寝グソ寝小便というのはなくなりました。<laughs> なんかさ書きながらこれさずっと今スあのこれスクリプト書きながらさいやそのこれってさ酒飲んで。 後とお酒やめたあとでどこが違いますかっていうと酒飲んでる時ってさまずそのお動物としてクズだよねっていう気がしてくるな、えー、まあほらこう朝から飲んでたからね えー、あと生活で大きく変わったことというのは当たり前ですけど酒癖は治った <laughs> なんか言えば言うほど悲しくなってくるなまあいいやえっ、ー、と非常に酒癖は悪かったのでえっ、ー、と飲むとセクハラエルハラセクハラエロクソ野郎だったのでいいもうこれはああ 隠してもしょうがないなあえー、っとおクソ野郎でしたのでそうそうそうばあいって生乳にわしづかみにしたりだとかっていうことをようやっておりました。えー、っと飲まなくなってからはそういう酔った勢いで口説くっていうことは口説く,くじゃないなこれは口説くじゃない。えー、っと。 お酔った勢いの無理中とかっていうのはこれはその人としてどうよっていうふうだけどまあああ今は飲んでないのでこうお酔った勢いのセクハラはやってないけれどじゃあシラフのセクハラはやってないかっていうとさこれわかんないよなあ。 いやー、本当感覚が昭和だからねこう「いや,やっぱ気をつけよう」この間飯食いに行っ,て行った時にさあのママのところで飯食ったんだけど隣にあの座ったさアバウト僕,より僕と同じよいちょっと若いくらいかな。 まあ、大学の先生風のおっちゃんがさえっ、ー、と二十歳そこそこぐらいの若い女性と飯を食ってたんだけどもう最初親子かなと思ったんだけどこのおっちゃんの顔がさその「この女とやりたい」っていうふうに顔に書いてあったんだよね。 あれを見てさいや。やっぱりさ。俺、ああいう顔してないだろうか。っていうことは思うよね。<laughs> いやー、20歳ぐらい。20代20代30代の女性と飯食っててもさまあ。まあ娘と食ってるようなもんだからさ。別にこう。そういう横こな顔つきにはならないだろうけど、やっぱり四十五十ぐらいのさこう大人。<laughs> 大人の女性大人の女性。 ええー、執筆をする上で酒ええー、そうあのー、まあちょ,ちょいちょい言うんだけどそのその昔えー、とこうサル伝説のお編集者サルって言っても隠してもしょうがないな角川春樹さんのところで えー、仕事をした時に、えー、とこう鈴木さん「飲む」打つ買う「使う」のどれかには溺れなさいただしその3つそえると耐性しないのでまあ3つは揃えないようにねっていうことは言われました。でまあこの仕事はやはり酒を飲むか女に溺れるか博打に溺れるかまあ割と どれかに没入することを歓迎する空気はあるので,で、まあ、そういうキャラクターも多いです。でこう何かに熱中するっていうのは悪くないです。で今だとうゲームならゲームだとかゲームギャンブルだとかね、えー、まあ,あそういうことに集中過集中することっていうのは悪くはないけれどやっぱりそれを。 それだけではないから、ね、やっぱそれ、えー、そうやって学んそこからこう学んだというか身につけたことをどうやって原稿に反映させることができるかということが大事だったりするのでまあええー、酒を止めて,てよかったかなということは思います。まああー そうね飲酒欲求がまあこの45年ぐらい前から飲酒欲求は収まったけどねええー、知らない間にこうお目で追うなんていうことはまあなくなりはしたけれどまあそういううんまあそういう話っていうのはまあああ そうね、ある程度年を送ったら、まあ辞めた方がプラスにはなるよね。っていうことは思います。まあ、人間何かに溺れること大事だけどね。っていう。まあ、お便りの答えになったかな？えー、この番組へのお便り、ご質問を募集しています、えー、雑談でもいいですし。えっとあとテーマお便りとしては？ あ,あ,あなたはなぜ小説家を目指しているのかというテーマのお便りもお待ちしていますえっと Google フォームで匿名ボックスを用意しましたので概要欄からアクセスしてくださいその時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです鈴木木一郎小説講座では随時受講生を募集していますリモート対応で世界中どこにでも受講できます江戸川乱法賞や横溝聖書オーリオモノ新人賞など 圧倒的プロデビュー実績を誇っています受講申し込みは概要欄からアクセスしてくださいこの番組は YouTube ラジオトーク Google ポッドキャスト s p o t i f y a p p l e ポッドキャスト、a m a z o n m u s i c などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで今日の小説家鈴木貴一長の「小説講座放課後ラジオ」そんなところでではではでは。